ニュースまぐびです。韓国の寝具ブランドジヌスの発表会でブランドアンバサダーに就任した山本瑞希さんが登場しました。理想の休日は9時までたっぷり寝た後二度寝する、仕事で早起きするときは目覚ましを5個くらいかけて寝てますと明かした山本さん。寝るのが大好きなのがバレて選ばれたのかなと話し、ベッドに寝転がると寝心地の良さにうっとりした表情を浮かべました。ニュースマグビ